にちは。こんにちは。おはようございます。今どうですかね。ちょうど多分咲き始めでいい時期だと思います。どこにいた、どこに。ああ、いたいたいた。これ映しとこう。おー、いたいた。すいません。あ、出しとくか。うん、出しとく。まだ選んだな。まだいい。これで10個を押して。今、いいねからもいいぞ。高壺のブナもいいブナだよね。いいブナだ。頂上直下ね。ね。いや、綺麗だ。はい、ヒラさんアップ。ああ、ブナだブナだ。あ、そうですか。最高ですね、今日は。近くに行ってもらえればありがたいなと。で、アイナって入れてください。両方からカメラ狙ってるから難しいですよ。すごいですね。素晴らしいですね。このタイムは出てこれもいいですよ。やっぱ春先はやっぱ違いますか。いや、本当にはですね、葉っぱの影影からこういう風にして日が差すのも大変綺麗ですよね。はあ、本当ですよね。私的に言うと100万個の太陽なんです。100万個の太陽。木漏れ日。木漏れ日。誰が使ったのか忘れた。おや、マジ。いや、彼、俺はもうワンカット撮ってきてくれって撮ってもらったのに。ここが国蔵峰、逆光の木漏れ日は天下一品です。そうすると80倍ぐらい使えるよね。そうですね。本当だよ。ありがとう。文化14年一本一本で良かったですけど、
到着です。私ちょっと向こうから来るんで来ましたっていうのを。おー、今日はあげてあるね。こんな立派な仏像があるんだ。そうだね。あ、俺初めてかな、こんな開いてんの。今の時期開けんのかな、秘密よりも人が多いから。お世話も上がってるし。イカズチミネとコウサギさん山頂です。どれですか。ここでもう半分以上は来ました。ああ、そうですか。ですね。あの奥に見えるのはあれですか。そうです。一番奥がコウサギさんで、手前がイカズチミネで、ちょっとじゃあそこで、はい、これダメだな、これ当たらんだ。これの後ろ当たって、それで痛いな。なんで痛いかね。あのさ、左側があれですか。もう一回ちょっと一番奥、左が2つ並んでる左側が小杉さんです。はあ、で手前が右の方が三日月峰で、それが一番の急な登りですね。確かに結構あれですね。うん、ありがとうございます。素晴らしい。よそ見注意だ。そうだね。おお、元も見えてきたね。うん、いや、新潟までよく見えるわ。今日はすごい。ね、ここまで見える。ねえ。ブラジル、ウズベタイルだと思うけど、ブラジルヨーロ。ここ。ああ、本当ですね。よいしょ。いいですね。つぼみも可愛いですね。ねえ。人間も入れて。ああ、いいね。いいですね。咲いていました。お目当てのヒメサユリです。つぼみもあります。ああ、いいですね。もうちょっと先だと思うんですけど、はい。ああ、いいですね。お疲れ様です。こんにちは。もう一回にまだいるんですけど、今日また見ることですか。向こうが朝日ですね。伊藤岳だ。ああ、朝日の。いやー、いいですね。絶好の日だな。本当にね。もうそのまま行ってくださいよ。これはアンキさんだな。女性が見に来る。まさしくあれヘリでしょ。様子だけ見に来たとか言ったら。いやいや、そんな。様子見に来て降りて行ったなって。あれは釣り上げるでしょう。ここまで来た。
ちょっと一瞬この二人で歩いてきてもらおうかな。あ？いいですか。これ今そこでちょっとスーッと行くんで、一瞬だけちょっとここだけちょっと取っちゃいますよ。あ、そうですね、そうですね。感想どうぞ。いや、素晴らしいですね。テレビマンとしての感想はいかがですか。いや、いいですよ。やっぱ太陽の光が強いから、うん、このなんていう、逆光で撮っても綺麗だし。そうですね。ここもいいですね。歩いててください。すいません申し訳ないけど、花を撮るカメラマンを撮る。山頂に到着しました。登頂の喜びをどうぞ。もう本当に姫さゆりがめちゃめちゃ綺麗で感動しました。いいでも綺麗です。ありがとうございます。いいえ、線路なくてすみません。ありがとうございます。おお、大朝日。やっぱり雪の量が全然いいでと違うんですね。そういうですね、うん、そうだね、少ないんだね。ねえねえ、朝日連峰で、向こう側が若干多いですよね。あれは岩神ですね。あれ岩神ですね。山なので皆さんもぜひ登って山登り楽しんでください。なんていうか、心のなんていうか、なんていうか、ふるさとの山っていうか、はい、あの地元でよく見えるふるさとの山で大好きなんですよ。で、そんな感じでちょっと関川村を、関川村のシンボル、大鷺山へ。ふるさとじゃない。田麦掘割のふるさとです。あそこら辺だね。うん、あの黒ハゲのとこね、手前だから。ちょっとなんか見えてる今。ああ、そんなどこだ。これな、あの黒ハゲが。ねえ。なんか実はすごい綺麗なんですよね。見てください、これこんななってるんです。
なんかいいやつなんですかこれ。うん、いや、そんないいっていうあれじゃないけど、なかなかよくできた。あ、止まってたら確かに。ごめんなさい。